点粒子は物理学においてよく用いられる理想化された粒子である。理想粒子、または点様粒子とも言う。それを定義づける特徴は空間的広がりを持たないことである。ゼロ次元であり空間を占有しない。点粒子は大きさを持たない粒子のことで空間上のある一点だけに分布する粒子である。通常の物体やそれを構成する原子や 分子などは大きさを持ち、天井には分布していないが、ある尺度で点とみなせるような大きさしか持たないなら、それらは点粒子として扱うことができる。この時、その物体の持つ内部構造などは点粒子の持つ内部自由度として解釈される。例えばある質量分布を点粒子とみなすなら、その点粒子の質量は分布全体の質量の合計となり、 質量の密度は無視される。大きさを持つ物体を天竜子とみなし得る状況は例えば、物体の大きさに比べて十分長い距離から物体を観測する場合、その形状に関かかわらず物体は天竜子として振る舞う。この他にも三次元空間で逆事情の法則によって記述される、相互作用をする休憩物体は、その大きさにか,かわらず玉の外部では、 それらの物質が中心にすべて集中しているかのように振る舞う。球形物体が外部に作る重力場や電磁場といった場は玉の中心に位置する質量や電化が等しい、点粒子の場と同等であることが知られている。重力などに関係する議論で質点が用いられることがある。これは質量がゼロではないというだけの性質を持った点粒子である。同様に、 電磁気などに関係する議論で点電荷が用いられることがある。これは電荷がゼロではないというだけの性質を持った点粒子である。他にもそれが必要な場合には質量と電荷だけを持った点といったものが用いられることもある。物体の大きさを決定づけるのは物体同士の相互作用であり、物体そのものは点粒子として記述しつつも、 粒子間の相互作用を与えることで物体の大きさを表現することが可能である。量子力学においては、加えて不確定性原理によって位置の不確定性から点粒子の大きさを評価できる。例えば、水素原子中の 1S 軌道の電子は10から30立方メートル程度の体積を持つ。ここでいう大きさとは点粒子の存在確率の分布を指し、 通常の意味での粒子の大きさではない。素粒子が点粒子か否かについては、議論があるところで、詳細は素粒子の記事を参考のこと。また、量子論的な粒子として、例えば電子を例に挙げると、古典電子半径のほか、電子大きさにあるように、議論の対象によっても扱い方が変わるため、ある、なしで単純に決めつけたり、形としてある一つの値を挙げたりできるようなものでは、ない。 グリッド上にグラフ化された点粒子の例。灰色の質量は質点に単純化することができる。実際の点は見ることができないので、昇円またはドットとして質点を示すことが実用上用いられる。質点または点質量は点様質量とも呼ばれ、質量のみを持った点である。物理学質点は一般的に重力場の解析に用いられる。 K の重力を解析するとき、質量、K の中の物体がどれも重心の外周の境界線との重なりを持たないとき、その物体をゼロ次元の質点とみなすことが可能となる。数学統計学における質点は確率分布における不連続な断片である。そのような質点を計算するには、積分が連続区間の確率分布上を確率変数の前、 定義域にわたって実行される。この積分結果は1に等しくなるように規格化すると、さらなる計算で質点を求めることができる。点粒子のスカラーポテンシャルは、左から右に動き、すぐに、双極子磁石を冷気する。点電荷は、電荷を持つ粒子の理想化されたモデルである。点電荷は次元を持たない数学的な点における、電荷である。静電気学の基本方程式は、 空論の法則である。これは二つの点電化間の電気力を記述する。古典的点電化と関連する電場は、点電化からの距離がゼロに近づくにつれ無限に近づき、点電化のエネルギーを無限大にする。量子電磁力学において、リチャード・ファインマンらによって開発された繰り込みの数学的手法は点電化の無限の発散を除去する。アーン・ショーの定理は、 電化の静電気学総合作用だけでは点電化の集合は平行範囲において維持することができないことを述べている。陽子は二つのアップクオークと一つのダウンクオークがクルーオンによって結合した複合粒子である。量子力学において素粒子と複合粒子は区別される。電子、クオークや光子は素粒子であり、内部構造を持たない。一方、 陽子や中性子のような複合粒子は素粒子からなる内部構造を持つ粒子である。素粒子も複合粒子も不確定性原理のため空間的に極在化しておらず、その波速はいつもゼロではない体積を持つ。例えば原子軌道では電子は素粒子だがその量子状態は三次元パターンを形成する。それでも素粒子を点粒子と呼ぶことには意味がある。 量子状態に対しては、これは複合粒子を多粒子系として扱う限りにおいては成り立たない。この意味で物理学者は粒子に固有の内在的な大きさ、すなわちその発足の大きさではなくその内部構造の大きさを議論することができ、素粒子の大きさは厳密にゼロである。なお、空間、長さの最小単位の候補としてプランク調があり、 素粒子とのプランク長以下の距離を定義可能であるかどうかは明らかではない。例えば電子について実験的証拠は電子の大きさは10から18メートル以下であることを示している。これは厳密なゼロという期待値と矛盾しない。電子には外部と内部を明確に区別をする境界基準が存在しない。蒸気プランク長スケールより短い距離が存在しない場合には そのスケール、逆に、プランク調より、小さな、無限に短い距離が、定義可能である場合には、素粒子には、シュバルツシルト半径が存在することになる。で、点粒子とみなすには、困難を伴うことから、プランク調スケールにおいては、有限の大きさを持つ、紐として扱う、超限理論も提案されている。ありがとうございます。